皆さん、こんにちは。こちらジュレです。今日もビデオをご覧いただきありがとうございます。今日のテーマはですね、前回に引き続き自己紹介をあの,の続きをやりたいと思います。今日のテーマは国籍です。えー、まあその想定したそのシチュエーションというのは、例えばブラジルでその先ほどの前回の,その会話での中でどこに住んでいるのというまあ会話をやった後、もしかしたらまあそのまあ特に相手の人が少ないので、 えー、国籍聞かれる可能性があるので、それについての会話をします。えー、じゃあ行きますよ。えー、例えば、前回の会話の中で、その、引き続き、えー、中国人ですかと聞かれるときには、えー、「c h i n ね s ただ、その、n ね s というのは、のの男性系なので、例えば、女性の場合というのは、「chinesa で、その答えとしてはその2つしかないので、例えば、えっ、ーえー、とね、ノーの場合だと、そのままその否定の単語のナンを言ってから、ナンナンソーナンソーというのはそのシネイズのことをあの否定しています。中国人ではないです。で、その続きが、そう何々。なので、その実際の国籍をうので、日本人だったら、VOSEY SHINESH シシ、NON、n o n s o シャポネーズというのはそのあの男性なので女性を表す場合はえジャポネザ。ジャポネザ。で、で次の,その答えというのはイエスの場合なんですけれども、のの面白いことにポルトガル語ではそのあんまりそのえハイを表す単語の真ンをあんまり言わないです。なので、聞かれた場合の,その動詞の適切なあのその形で答えます。なので、例えば母性シネージに対してハイの場合はそう。 それが、性同士の一人称です。えをそで、二人称が、母性なので、母性え、しねに対しては、そうで十分です。で、例えば、他にあの考えた、のその他の,その国籍ですけれども、えー、まずその個別、男性と女性名詞の個別が、答あのあの、あのその国籍としては挙げられるの、挙げられるのが、 アメリカンの,のアメリカあナ。アメリカンの方ですね。アメリカンのアメリカンナ。そして、えー、ペルー出身の方だと、ペルワのペルワナ。ペルワのペルワナ。であの、そのパターンとは違って、その,あの、えー、定冠詞でその個別するのが、えー、例えば、カナデンシ。で、それが個別するのが定冠詞なので、男性の場合は、オーカナデンシ。女性の場合は、アーカナデンシ。で、他のパターンというのは、えー、例えば、 男性系には「O がついて女,女性系にはあの場合には普通に「あ」がつきます。えー、アレマン男性ですね。で女性が「アレマン」。アレマン、アレマン。最後ですけれどもフランスの方だったらフランセイシで、何も語尾がなくて女性の場合には「あ」がつきます。フランセイシフランセイズ。さらに他にあの面白いのがその 男性系を表すその国籍というのは全て言語を表します。なので、フランス語はフランセイシ、ドイツ語はアレマン、日本語はジャポネ、えー、韓国語は例えばコレアノ、中国語はシネイということで、えー、今日のレースは短いですけども、えー、ここまでにします。このビデオが良かったなと思ったら、いいねをあのしてもらって、また登録してもらったら、またいろいろとそのビデオを作りたいと思うので、えー、よろしくお願いします。オブリガード。チャオチャオ。